撮影日2022年11月2日君は選ばれしスズメだ。今日の最初のお客さんはスズメさん。ただのスズメに見えますが、他のスズメとは違う選ばれしスズメなんです。毎朝庭に餌を食べに来るスズメはたくさんいますが、脚立バードフィーダーに飛び乗れるスズメはなかなかいません。他の多くのスズメは地面に撒いた餌を食べています。高さ50センチ程度の植木鉢型バードフィーダーなら飛び乗れるスズメもいますが、1メーター以上あるバードフィーダーに飛び乗ってくるスズメはある意味選ばれしスズメだと思います。昨シーズンの例を挙げると、1羽が飛び乗れるようになると真似をして飛び乗ってくるスズメが出てきます。それでも全部のスズメが真似をして飛び乗れるわけではなく、地面に撒いた餌しか食べられないスズメもいます。もしこの違いが生死を分けるなら、地面に撒いた餌しか食べれないスズメは淘汰されてしまうのかもしれません。それにしても上手に朝の実を食べていますね。くちばしの中で転がすように皮を剥いて、中身だけ食べたら皮を吐き出しています。かぼちゃの種は硬い殻を剥いてあるので、スズメさんにも食べられそうですが、かぼちゃの種は食べず朝の実だけを食べています。朝の実には必須脂肪酸オメガ3&オメガ6、鉄、銅、亜鉛、マグネシウムなどの栄養が含まれ、そしてガンマ、リノレン酸も含まれています。ガンマ、リノレン酸は中性脂肪の上昇を抑え、善玉の HDL コレステロール値の低下を防いでくれます。肥満体型のスズメさんには朝の実は栄養バランスが取れたスーパーフードなのです。選ばれしスズメは健康意識高めのスズメさんでした。ファーストペンギンならぬファーストスパロウさんは、後ろを人が通っても堂々として逃げようとはしません。スズメさんがシジュウカラやハシブトガラを追い払うようなら、かわいそうですが何か対策を考えなければいけません。シジュウカラやハシブトガラをエコひいきしているわけではなく、越冬給餌という目的のため、スズメさんには専用の餌場で食べてもらいましょう。昼の12時近くなって、常連さんのシジュウカラの男子登場。今日は遅い出勤だね。忙しく餌を持っていくけど、彼女は一緒じゃないのかな。ここで彼女、登場です。それは君の餌じゃないよ。ひよどりさん用のみかんだよ。日が傾き始めた頃、再びシジュウカラさんの男子登場。せっかくカメラの目の前の一番いい位置だけどピントが合いません。彼女に驚かされてカボチャの種を落とす男子。君、かぼちゃの種ばかり食べてるね。確かに殻むきの面倒な手間はいらないし、ファーストフード感覚で食べられてお手軽なのはわかるけど、男らしく殻付きのひまわりの種をコンコンと割って彼女にいいところ見せてほしいな。
ごめんね、四十から三段し、せっかくひまわりの種を割るところ、アップで見せてくれているのに、ピントが合っていません。割れないんですけど、と言わんばかりに、カメラ目線で訴える四十からさん。ひまわりの種が割れないので、あっさり諦めてひまわりの種を放棄、楽に食べられるかぼちゃの種にチェンジ。ひまわりの種が割れないのは、種が悪いのか、四十からさんの技術不足か、明日は少しペンチで割れ目を入れてあげようかな、カホの杉ですかね。今日は一日飛び回って、ろくな餌にありつけなかったのかな。すごい勢いでかぼちゃの種ばかり食べてるけど、もう一度ひまわりの種にチャレンジしてほしいな。今は越冬給餌のプレ期間だから、この時期にひまわりの種の割り方を覚えてほしい。一羽でかぼちゃの種を食べ尽くす勢いの四十から三段し、彼のためにも明日はかぼちゃの種を減らして、割れ目を入れたひまわりの種を多めにしようと思います。四十からは四十かららしく、種をつかんでコンコンやってほしいのです。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。本日のナレーションは、ボイスボックス、青山流星でした。では、また次の動画でお会いしましょう。